はい、どうもこんにちは。突然ですが、皆さんはデータの管理ってどうされてますか？例えばカメラの撮影データとかってダブルスロット対応のモデルとかであればバックアップをね取れたりすることもできるんですけど、こういったシングルスロットのカメラを使ってて撮影したはずのデータがないとか、どこに行ったかわからなくなってしまったとか、そんな感じで困った経験ってありませんでしょうか？撮影データにね、限らず、パソコンの中のね、HDD、SSD の中で間違って削除してしまったりとか、意図せずなくしてしまうっていうことね、あると思うんですよね。自分は結構あります。はい。で、今回はそんな時にですね、便利なソフトウェアについてお話をしていきたいと思います。それがですね、こちらのワンダーシア様のリカバリットというソフトでございます。実はですね、過去何度かデータリカバリソフトってご紹介させていただいているんですけれども、今回はワンダーシア様が発売しているソフトでございまして、これって有名なですね、動画編集ソフト、フィモーラをリリースされている企業様でございます。そんなね、ワンダーシア様が発売する高品質なデータリカバリソフト、リカバリットの概要をね、これからお話ししていきたいと思います。まずですね、対応 OS に関しては Windows と Mac どちらにも対応しております。数多くのファイル形式に対応してまして、かつ SD カードや HDD などですね、デバイスとかも選ばずに対応できるソフトになっております。できることとしてはパソコン内部のデータの復元だったりとか、あとは外部デバイスのデータ復元で、クラッシュしたパソコンからのデータの復元だったりとか、一般的に復元が難しいと言われている高解像度動画の復元などができるというソフトでございますね。自分としてはですね、動画データをよく扱いますので、ここのね、動画の復元っていうところはかなりありがたいかなと思っておりますね。はい。で、ここから使用方法をね、ご説明するんですけれども、公式のこのページの方に飛んでいただいて、無料ダウンロードというところからソフトウェアをね、ダウンロードしていただければと思います。なんか使ってるからはこっちからですね。一応ですね、無料版というものも用意されておりまして、最大 100MB までっていう制限はあるんですけれども、まあね、これがどういったソフトなのかっていうのを無料で体験することができますので、こちらね、ぜひご活用いただければと思います。料金プランとしては、月額プランと年間プランと永久ライセンスの3種類ございまして、正直なところ言うと、月額プランをね、2ヶ月以上使うのであれば、永久ライセンスと金額変わらないので、買い切りで自動更新されないっていう注意事項はあるんですけれども、個人的には永久ライセンス一択かなと思っております。で、そこからまあダウンロードいただいた後、インストールをしていただき、リカバリットをね、起動していただければと思います。そうすると、こんな感じのね、画面が出てくるかと思います。基本的な流れはね、復元したいファイルの格納先をスキャンをしてですね、目当てのファイルをプレビューして、復元を実行するといった流れになります。試しにね、ちょっとカメラで撮影したデータをですね、Shift & Delete で削除してみます。で、ゴミ箱にもないことをしっかり確認して、そこからね、復元できるかっていうところをスキャンしてみたいと思います。で、今回 MP4 で撮ってますので、これをチェックして、データをね、スキャンしてみたいと思います。フィルターとかで、日時とかもね、変更することができて、相当かけれますので、大体のファイルサイズとか、この辺とかも覚えていれば、より探しやすくなりますね。動画。あ、今ね、100% になりましたね。スキャンが完了しました。3ファイルが見つかったということで、このファイル3つがおそらく消えたファイルのどれかということで、復元をね、してみたいと思います。復元先は、ここにしましょう。さあ、ちゃんと復元できるのか。復元されたとのことで、さあどうなんでしょう。うん、再生できませんってなりますね。高度な復元したはずなんだけどな。こうなった時に、あともう一つ試してみたいのが破損した動画ファイルの復元ですね。
何かしらの理由でファイルが破損して動画見れないってことね、誰しも経験あると思うんですよね。その状態はもうお手上げだと思ってたんですけど、リカバリットなら復元できるみたいなんですよね。まあ、なので、さっきの動画ファイルをね、これからちょっとリカバリーしてみたいなと思います。あれ？これも失敗しちゃいましたね。じゃあそんな時はですね、さらに高度な動画修復という機能がありますので、これを使ってみたいと思います。同じ形式、同じデバイスで撮影された正常な動画データをサンプル動画としてスキャンすることで、破損データをですね、そのサンプルデータに合わせて修復してくれるという機能があります。これを使ってみるとどうなるかっていうところを試してみたいと思います。お、できましたね。無事撮影したデータを復元、修復できました。これすごいですね。ちゃんと見れてますね。もうね、動画データを諦めるしかないかなと思ってたんですけれども、これかなり嬉しい結果となりましたね。ちゃんと見れてる。すごい。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まあ、機能はまだあってね、全部はちょっと紹介しきれていないんですけれども、便利さっていうところはね、お伝えできたかなと思っております。まあ、今の時代やっぱね、データってすごい価値がありまして、なくすとめちゃくちゃ困るものなので、まあ、それの対応策をね、いくつか持っておくっていうことが大事かなと思っています。まあ、しっかりバックアップを取るっていうことはもちろん大事なんですけど、まあ、それだけじゃなくて、こういったね、修復や復元の保険を持っておくっていうことは今後ね、やっぱプラスになるかなとは思いますので、まあ、気になる方はね、ぜひお試しいただいて、もしもの時にね、備えておくっていうことをお勧めしたいかなと思います。今回はですね、ワンダーシェア様のリカバリットというソフトをレビューさせていただいたんですけれども、実はワンダーシェア様からもう一つ動画編集ソフトのフィモーラについてもお話をちょっといただいているので、これね、また後日動画にしたいと思っておりますので、ぜひですね、楽しみにしていただければと思います。はい、こちらのチャンネルではこういった撮影機材のレビューだったりとか、あとはデスク周りのガジェット類を紹介しているチャンネルでございます。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またコメントなんかもいただけますとすごくモチベーションになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。では、今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。